はい、北野です。今日はですね、創業1年で年商1億円を突破した僕自身が実際実践してきたこの考え方っていうテーマについてお話をしていきたいなというふうに思います。で、今ですね、この動画見てる方で、いや、私今月賞30万なんですよとかね、いや、まだ売り上げ上がってないんですよって方もいれば、今月賞100万なんだけど、それを1000万まで持っていきたいとか、いろんなゾーンの方がいらっしゃると思います。で、そこに対してですね、その皆さんにですね、自分自身の売り上げを今よりも2倍、3倍上げるためのね、思考法っていうのがね、今回の動画で手に入れますので、ぜひ最後までね、見ていただきたいと思うんですけども、まあ、実際ですね、今回僕自身がですね、まあ今創業、3年でですね、年商3億から4億規模っていうところまで成長してるわけなんですけども、まあ、何を知ってきたのかっていう話ですとね、これをやっていきますと。で、まず大事になってくるのが、この売上アップにつながるですね、この行動指針をね、しっかりと認識するっていうことがすごい重要になります。で、これをね、3つのステップに分けて今からお話をしていきたいというふうに思います。で、まずですね、まあ、これうちの実際決算書なんですけど、まあ、本当に年商1億、創業1年目でいったのかっていうのをね、一応エビデンスとして残しておきます。これうちの決算書ですけども、まあ、1億1753万9200円が、まあ、うちが実際に1年目で決算で占めた売上の金額になります。で、創業1年目でですね、いきなり年商1億いくベンチャーとかって、まあ、あまりないと思うんですけども、なぜ僕らの場合はそれをしかも、ほぼオフィスを使わずにオンラインで仕組み化をして売り上げを上げていったのかっていうね、そのね、どういう風な思考プロセスでこの売り上げを達成してきたのかっていう話をしていきます。で、まずですね、稼ぐために重要なのは、僕らも創業1年目で重要していたのが、この知識不足なんですよね。で、この知識っていうのがないと、物事ってのは考えることができないわけですよね。例えば、売り上げを上げるために SNS をやろうぜ。SNS を具体的にどういう風にしていけばいいのかって、全部知識がないと、行動することもできないわけだし、改善することもできないわけなので、ひたすら僕らもずーっと今まで、僕自身も今まで4500万以上ですね、コンサルを買ってきた中で、いろいろ知識不足してきてるわけですよね。それが結局花となって今咲いてるわけなんですけど、結局のところ方法を知ってるかどうかっていうのがやっぱ重要になってきます。まあ、例えば生まれて初めてね、ラタトゥーっていう料理を今から30分で作ってくださいって言われて、食材は皆さんキッチンの目の前に立たされていて並べられています。さあ、じゃあ今30分時間かかるんでラタトゥー作ってくださいね。作れますかって言ったら、まあ難しいと思うんですよね。そういう作り方を知らないからなんですよ。っていうぐらい、知識もない状態でビジネスを作って、年商でね、1000万でも3000万でも1億でもいくっていうのはめっちゃ難しいわけですよね。なのでまず方法論をやっぱり学ぶってことがすごい重要になってきます。で、その上でですね、売上別の課題認識をしようって話をするんですけど、皆さんが今どのラインにいて、どっから月商100万に行きたいのかだったりとか、もしくは今月商100万の人が月商1000万、年商1億いくっていうのは、その段階によってやるべきことと課題っていうのが全然違ってくるよっていう話を今からします。で、今からこの表をちょっと見てほしいと思うんですけども、まず1、2、3と分かれています。丸1ってのは月商0から30万、これから売り上げを作っていきたい段階の方です。で、ステップ2、ステージ2っていうのは月商30万から100万円のゾーンの方ですね。この人が月商で200万、300万、400万、500万と売り上げをね、まあ、月商100万以上ブレイクするしたい方はステージ2に当てはまります。まあ、今すでに30万以上売り上げがある方。で、ステージ3っていうのは、もう月商100万を超えているけども、そっから先の300万、500万、月商1000万、いわゆる年商1億以上をやっぱ狙っていきたいな、ゆくゆくね。っていう方はこのステージ3に入ります。で、それぞれにおいてやるべきことって違うんですよ、全然。で、これはですね、まず、ステージ1の人っていうのは、ファーストキャッシュを作るっていう成功体験と、そして集客媒体を一つまず固める。これがすごい重要なんですね、このラインっていうのは。だから、まあ今ね、これから売り上げを作っていきたいとか、商品コンセプトをもうちょっと設計をして、商品作って自分で起業したいとか、副業でやっていきたいという場合は、1です。もう一回言いますね。ファーストキャッシュを作るっていう成功体験と、そして集客媒体をまず一つだけでいいので、まずインスタだけでもいいんで固めていくっていうのが課題になります。で、二つ目のね、ステージの人の課題っていうのは、集客と制約率を安定させる仕組みですね。制約と集客っていうのは、まあ、集客でいわゆるインスタグラムから LINE アップで毎月50人とか100人集客できる仕組みがちゃんとできているのか、それも安定してね、入る仕組みができていて、そしてそこから、例えば、相談であったりとか説明会とかで何人来てそこから何件ね、制約するのかっていうその制約率ですよね。10人いたら何人のお客様が商品を購入いただいているのかっていう、その率っていうのをしっかりと安定させていくっていうのが、このステージ2の人の課題になります。で、ステージ3の人の課題っていうのは、自分が働かなくても半自動的に売れる自動化の仕組みを作っていくということになります。で、この自動化っていうと難しそうに聞こえる方多いと思うんですけど、まあ、100万の人がね、やっぱり月商500万、1000万っていくために、うちの学科生の方でもね、半年以内で月商500万、全くのね、50万円ぐらいの売り上げだったのが10倍ですよ。もう月商500万に行って、年商6000万、7000万やってる人もいっぱいいますけども、彼らが何をやっているのかっていうと、基本的に、まあ、最初は1の段階からちょっとずつステージを固めていって、最終的にはその SNS をこのステージをする人は外注ですよね。外注をして、自分がスマホポチポチしなくても集客できる仕組みを作って、そしてブログも外注をして、広告もね、ゆくゆくは外注をしていくっていう形で、集客媒体を徐々に増やしていって、自分が旅行している間でも僕とかも年間35カ所以上旅してるわけですけど、それでも毎日のように30人、40人、50人で LINE アップに登録されるわけですよ。っていう仕組みを作ることっていうのが可能になりますので、まあ、この自分が今どの段階にいて、自分がやるべき課題はどうなんだろうなっていうのをね、今の話から基づいて認識をしてほしいなと思います。で、これがやっぱり重要です。僕いつも言ってるのが、この自己問診の重要性っていう話で、いわゆるですね、お医者さんの目線で客観的に自分の状況を今見てほしいんですね。自分がもっと稼ぎたい、売り上げを上げたい、集客をしていきたいってなった時に、自分がまずどこが悪いのかな。例えばお医者さんだったら、この患者さんのどこの体の部分、お腹が悪いのかなとか、腸が悪いのかなとかですね、足が悪いのかなとか、どこが悪いのかをまず把握しないと、治療のしようがありませんよね。盲腸のお客さんにですね、胃薬あげたところで治りませんからねっていう話と一緒です。なので、まず、この3ステップによって、まず把握していきます。これ成功する人の共通の行動パターンですけども、まず1個目、自分が今どの段階なのかを認識するところですね。このステージで行った時に自分は1なのか2なのか3なのかをまず認識する。その上で、自分に不足しているスキルは何なのかっていうのを分析します。まあ、これだったら、まず1の段階だったら、まずインスタグラムとか SNS の集客をやって、まず1個でもいいので、まず固めると。で、そこからしっかりとファーストキャッシュ、1万でも5万でも10万でもいいので、小さい金額でもいいから、まずは稼げるっていう体験をするっていうことですね。で、ステージ2の人とかだったら、制約率と集客率を安定させる。ステージ3は自動化っていう形で、何が不足しているのかっていうのは客観的に分析をしてみてください。で、3つ目はその苦手を克服するため、この苦手意識を把握した状態で、ここを直したいからこの人にコンサルを受けるとか、うちとかもね、全部それトータルパッケージで、123のね、改善するためのスクールとかもやってますけども、こういうとこを受けるためにコンサルを受けるんですよ。なので、よくね、ビジネスでやっぱり結果を出していくためには、やっぱコンサルを受けるとかスクールを受けるっていうのは一番早いっちゃ早いんですよね。だから僕ら自身もやっぱり今まで本当に相当な数のね、スクール、まあ、中には、600万するスクールだったりとか、400万のコンサルとかも結構今までずっと買ってきたりをしてるんですけど、それを買ってきて、ただやるだけでは結果出ないんですね。自分の課題認識を明確にした上で、それを改善するためにこのコンサルを買うっていう目的意識を持った学び。これを改善していくことによって、売り上げってのは爆発的に短期間で上げることができます。で、まあこういうとよくですね、いや、コンサルタントにお金払って学ぶのって、なんかかっこ悪いよねとかダサいよねとかって、まあ僕も昔そういう時期ありました。でもそのプライドってマジでいらないと思っていて、実際ですよ、皆さんが独学でですよ、いろんな人に迷惑をかけて、自分でしどろもどろになりながら試行錯誤して頑張っても、結局、現状今月収30万だったら、その30万を超えるアイデアって、自分のコンフォートゾーンの中では見出せなかったりするんですよ。だから結果的に、100万円月100万稼ぐために10年かかりました。でもそれがプロから学んで半年とか8ヶ月とかで100万とか200万達成できたとしたら、残りの9年半もっと次のステージに行けるわけですよね。で、時間っていうのは有限、なわけですよね。無限ではない。だからこそ、できるだけ短い時間で圧倒的に早く成果を出して、どんどん次のステージに行った方が、どんどんあなたの働く時間っていうのは短くなりますし、収入も2倍3倍ってやっぱ増えていくといういい好循環がね、生まれていきますので、まあ、ぜひですね、皆さんも、こういった目的意識を持った上でね、そこの部分を改善するためにね、こういったコンサルで学ぼうとかですね、まあ、この人 YouTube 見ようでもいいですけども、そういう形で改善していくっていう、この認識をね、するっていう思考プロセスをぜひ今日の動画でね、意識していただけたらすごい嬉しいなというふうに思います。はい、ということで今日の動画少しでも気づきがね、一つでもあったよという方はですね、ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録、また概要欄から LINE でお友達登録いただいて、こちらのプレゼントをゲットしてみてください。それでは今日の動画以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。